どうもてるです。新三国無双2をやっていきます。今回はですねリクエスト無双です。リクエスト無双をやっていきましょう。で今回のリクエストが合肥新城包囲戦の義軍ですね。合肥新城包囲戦義軍で、キャラクターがジョカですね。で装備アイテムがスザク翼とスザク翼白光が伝武功と投降鎧ね、投降鎧、そして真空章。装備アイテムはこれで OK で護衛兵がオメガを禁止なので、そしたらね地球防衛軍のストームチームでやってもらおうか。でアイテムがスザク翼で武器が剣か、剣だね、剣で第三武器、装備武器あれか、第五武器か。じゃあこれでいいんだね。まあ軍団情報だけど、別に今回は味方生存ではないので体操させてもいいですね。ただルールがありますね。さあやっていくんですけど、ルールがありまして、ルールはですねチャージ攻撃と無双乱舞が使用不可なんですよ。なかなかきつい縛りですね。なのでちゃんとボタン設定しておりまして、三角ボタンがね体力表示にしております。で丸がね弓、絶対癖でね丸と三角使っちゃうんでボタン設定しておいて変えといたんですが、どうやってやろうかな。多分有効なのがこのジャンプ攻撃ぐらいなんだよね。香りは無用、このまま友軍を待つ。先に長所を倒そうか。私の双剣あなたに交わせますかね。お強いよ。きついよな、この縛りはきついわ。敵は手強い、油断するなよ。なんせねステータスの関係で味方武将もめっちゃ速攻でやられてしまうので、どうやって立ち回っていこうかな。敵武将の前撃波はね多分無理だわ。きついもん、この辺にいないの。俺見逃してたわ、あっちにいたんだ。大体チョーコが一番最初にやられる。くそ、てか土平に狙われてんな。護衛兵もすぐやられるんだよ、ステータスの関係でね。厳しいね、厳しいですよ。集団に囲まれたらもうどうしようもねえ。何？どんだけ意味いんの？
厳しいよ、すごいきついよ。チャージ無双ラムうっせもう長所を倒したらいいんじゃない。全部将は無理だわ、さすがに。やろうと思ったけど絶対きついわ。もう諸葛亮倒し、諸葛亮じゃねえや、誰だっけ、孫権か、孫権倒して終わりにしよう。にしてくれよ。この土兵は相手してられん。いや中央がとにかくきつい。もう孫権倒そう。我が命に代えてでも貴様を撃つ。いやさすがにね無理だ、無理があるわ。全武将をねこれチャージ攻撃とね無双乱舞禁止縛りは絶対無理。現れましたね。放て！引け！左右の門より前に来るわよ。これ閉まんの？もしかして。閉まんのよね。よし行くぞ。もう孫権だ、孫権。孫権特攻だ。いやマジ無理だもんね。絶対無理だもん。頑張って俺は長所を倒した、あとは孫権だ。ほんと無理、さすがに無理。まあ普通にクリアしてくださいっていうことなんで、まあ、普通じゃないけどね、しょうがない、クリアなんで。クリア、護衛兵来ねえかな。こういう時にほんと無双ランプ打ちたいよね。でも打てねえんだ。逆らう者は斬る。言うてきついけどな。まあでもあそこに回復があるから。いやー怠慢用だからな。いやちょっとうまい、ここのマップ嫌いなんだけど、処理落ちがすごい。ほらやっと、いやーこっちじゃねえよ。マジか、逃げろ、さすがにきつい。同兵に狙われるとさすがに無理。
何？俺なんで今パワーガードミスったし。兄上。まあこれでいいのかっていうことになるけど、あのね、副武将全撃兵は絶対無理だ。この縛りはもうね、総大将に突っ込まないと絶対きつい。まあこれにてリクエスト、合皮神地包囲戦の義軍でチャージ攻撃と無双乱舞禁止縛りで、まあクリアはしました。まあただね、頑張ってもね、長将しか倒せなかった。長将と孫権しか倒せない、きついわ。それでは、今回の動画はこれまでです。それ次回の動画もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。